お世話になります。一人でございます。第4世代ダイヤモンドパールのバグといえば謎の場所が有名ですが、謎の場所と双璧をなす有名なバグがありますよね。それはメタモンの変身バグです。ダブルバトルでメタモンが他のポケモンに変身すると、もちろんそのポケモンの技が使えるようになりますが、メタモンがそのバトルで瀕死になってしまうと、バトル後も継続してその技を覚えているというバグです。普通にプレイしても起こるレベルのバグなので非常に有名だと思いますが、これで秘伝技を覚えさせたら実際に活用できるかって気になりますよね。気になって眠れない人が多いと思いますので、今回はメタモンは変身バグで覚えた秘伝技をフィールド上で使えるのか検証していきたいと思います。まずはメタモンに秘伝技を覚えさせていきましょう。一番やりたいのは空を飛ぶ波乗りなので、今ペリッパーにねこいつを覚えさせているので、こいつを使ってやっていきたいと思います。技はですね、空を飛ぶ波乗り、霧払い、花屋休みでございます。それでこのメタモンに変身しか覚えてないメタモンに覚えさせていきますと。でそれでダブルバトルをまずやっていくんですが、私はねこのスノータウンのこの双子ちゃんをね愛用しておりますので、こいつをね使ってやっていきたいなと思っております。バトルサーチャーでね、もうすでに戦ってるので、これを使って反応してもらって、いや反応してないですね。もう一回ちょっと動かしてやってみたいと思います。来いよ。 OK、 反応しましたね。これで双子ちゃんとちゃんと戦っていきましょう。まあ、これでまずはどうするかというと、メタモンで変身していきます。変身でペリッパーに変身しておきましょう。でペリッパーとりあえずこれどうしよっか、羽休めでもやっとこっか。で変身しといて、これで変身状態になりましたと。これ準備完了ですね。そしたらあとはメタモンを倒していきますと。こいつは霧払いかな一応。でそれでペリッパーの方はメタモンを倒さなきゃいけないので、いや空を飛ぶで倒さないといけないか。はい、空を飛ぶで倒していきますと。はい、倒す倒す。これで一応バグ完了かな。あとは普通に敵を倒していくだけでございます。これで負けちゃったらいけないんですけど、はい、倒していく。はい、ちゃんと倒せましたね。はい、勝たせていただきましたと。はい、じゃあこれで見てみましょうか、ちゃんとできてるか。はい、メタモンちゃんと覚えてますね。これはすごいすごい。やはりしっかり空を飛ぶ波乗り、霧払い、羽休めと。これ普通に起こりうることなのに、こんな普通にねバグあっちゃっていいんすかねこれ。まあいいや、とりあえず使ってみましょうか。それでいけるか。じゃあ空を飛ぶ。あ、いけたいけた。マジかよ、いけんのかよ普通に。じゃあポケモンリーグにでも飛んどきましょうか。じゃあこれで、え、どうなる。あ、メタモンちゃんと出てくんだ。秘伝技でさ、あのシーンにちゃんと出てくんだねこれ。マジか、すげえわ。じゃあ波乗りついでにやっときましょうか。はい、波乗りいけた、普通にいけましたね。え、やばいじゃん、余裕でいけんじゃん。めちゃめちゃ秘伝要因になりますねこれ本当に。あと霧払いポイントいきましょうか。じゃあ、はい、じゃあここ霧払いポイント来ましたので、ここでも使ってみましょうか。メタモンの霧払い、オッケー、使えた普通に。なんでメタモンここ出てこれんだよ、だいたいこの秘伝マシンのアニメーションのとこに。普通に晴れましたねこいつのおかげで、オッケーやばいでしょマジで。ということで検証結果、メタモンは変身バグで覚えた秘伝技をフィールド上で使えるでした。秘伝技を覚えるポケモンじゃなくても、ちゃんと秘伝技を使う時のアニメーションが流れて使えるのは非常に珍しいシーンですよね。ただメタモンはポケトレ入手後じゃないと手に入れられないので、秘伝要因としての実用性は全くないですけどね。テロリストじゃない。